皆さん、ロサンゼルスの皆さん、こんにちは。マダム・ホーです。今日はファッションについてお話をしたいと思います。今、この30日間、毎日 Facebook ライブをお送りすることによって、私の、好きなファッション、どういうものが好きなのかということをやっています。あ、みゆこさん、こんにちは。昨日も今日もありがとうございます。で、まあ、いろんなことをトピックとして好きなんですけれども、やっぱり私もファッションとかおしゃれっていうものも好きなんですね。ただ、ビジネスウーマンとして、またキャリアウーマンとして非常に忙しいので、できるだけ、おしゃれには時間をかけたくないんですね。例えば、旅行に行くとき、2種類の人がいると思うんですね。私の母とか夫っていうのは、その旅行の間、毎日お洋服を着替えたり、それによってアクセサリーとか全部小物を買えるタイプの人。で、私と父は逆に、もう気に入ったものはずっと着てて平気。まあ、例えばね、時計なんかも、これロレックスですけど、もうこれも20年とか30年とか、ずっと一つ気に入ったものがあったら、私は同じものを常に身につけてる、イヤリングとかにしても、毎回毎回、毎日毎日、アクセサリーを取っ替え引っ替えするっていうのは、あまり好きじゃない。だから、あまりおもちゃが嫌いなんですね。で、おもちゃよりも、こういうちゃんとした、18金とか、プラチナとかで、いつもそれをつけてると被れないし、安心できるっていうものが好きなんです。ね、ということで、その今日はファッションなんですけれども、皆さんもお忙しいと思いますよね。超多忙な私たちが、できるだけ時間をかけずに、だけど自分のスタイルを維持する、その方法について今日はお話ししたいと思います。で、まず、一つは自分のスタイルを決める。いつもカジュアルなのか、フォーマルなのか、どういうスタイル？これはもう、あなた自身、自分がどういう人間かっていうことを知る？または自分がどういう人間かと見せたいかによるんですけれども、私の場合はあまりいろいろ考えないで自分の好きなことをやっていたら、結局私のスタイルっていうのはエレガントさ、上品さがないと嫌いなんですね。だからエレガント、カジュアルでも何でもエレガントっていうのが、まあ自分の意識しないんですけれども、そういうスタイルになっている。で、2番目はスタイルを決めたら、次は自分の色、カラーを決める、テーマカラーですね。で、私の場合は、やはり黒と白がテーマなんですね。特に1日24時間の中で、仕事が趣味の私ですから、そのビジネスシーン、仕事をしているのが私の日常なんですね。そうすると、やはりビジネスシーンの中では、私は黒と白なんですよ。で、この黒と白を決めたら、次には3番目。差し色を決める。差し色。やっぱり何度もいつも白と黒だとつまらないので、何か、元気になる色を決める。で、私の場合は、多くの皆さんがおっしゃるのは、マダムには水色が似合うとか、マダムのイメージカラーは水色ですねっておっしゃってくださって、確かに私は、綺麗な水色、トルコブルーのような澄んだ綺麗な水色が好きなんですけれども、でも逆に、いつも私実はこうやって皆さんの前では元気なんですけれど、本音は疲れてるんですね。疲れてるので、私の場合は逆にビタミンカラーっていうか、エネルギーをくれる色を、持っています。すなわち赤なんです。だから、さっきの応用編説明しますね。まず私の基本は、これユニクロのヒートテックの黒です。夏はこうやって、もう丸襟で半袖ですよね。で、冬になると、なんていうんですかね、モック、タートルのもうユニクロ、いつも黒なんですね。で、そこで小物っていうのが、こうやって必ず赤と黒なんですよ。名刺入れでも赤と黒。そして、バッグとか何でも気に入ったものは、赤と黒、こうやって2つ買うんですね。私の場合は2つ買って、これを持つ。そしていいのはね、例えばこうやってバッグが黒いと、黒に黒を持ってくると、ブラックホールのように見当たらないんですね。だから黒いバッグの中は
こうやって赤い小物を入れておくとすぐ目立つ。で、逆に赤いもの、中も赤だから、そういう時は黒いもので、やっぱりすぐ目立つようにする。それが私式です。やっぱり忙しい時でも、ハンドバッグの中で、ブラックホールになっちゃって、お財布がどことか、名刺入れがどことかってあるので、黒いカバンの中では赤。または、オーダーできるものであったら、外が黒で、中布を赤にすれば、まあ、黒いものでもいいんですけれども、そういう感じでやります。まあ、これが、私が、いつまでも忙しくっても、自分のスタイルを持っていて、そして、ぶれない。で、こうやって、私の場合もう一度まとめますけど、まずは自分のスタイルを決める。私の場合、やっぱりエレガントさ、上品さが命なんですね。下品なものが嫌い。で、二番目は、スタイルを決めたら自分のカラーを決める。私の場合は白と黒。そして、三番目に、ビタミンカラー、差し色を決める。それが私の場合のビタミンカラー、差し色は赤なので、こうやって何でも、だいたい名刺入れでも赤と黒、お財布も赤と黒、で、こうやって、持つバッグも赤と黒っていうような感じで、大抵靴も、ちょっと今日靴は着てないからお見せできないと思ったんですけど、やっぱり、なんか気に入った靴、すごく歩きやすい靴、楽な靴とかだと赤と黒買うんですね。で、パンツとかでも、こう、シルエットとか、着心地のいいものだったら、サイズがあったら、赤と黒を買っています。で、あとは、もう、中が、インナーがこうやって黒だと、あとはジャケット、いろんなものを着て、で、それがそのままのスタイルになる、ということです。じゃあ今日は、30日間のチャレンジ。で、今日は5日目なんですけれども、私のファッション、どうやって素早く、だけど自分の、カラーとスタイルを崩さないで、いつもこうまとまり感、統一感がある方法をやっているかということをしました。では、今日はここまでです。また明日お耳にかかります。じゃあ失礼します。